天下無双流とは、桜羽宗め藤原博士生が創始した、保守術の流派である、日後国で学ばれていた。流祖は、桜庭羽目め藤原博士生。天正11年11月に、出羽国秋田郡、檜山省にて、マリシソン天がお父に課して現れ、数十カ条の保守と、 無秘無類標法を桜葉梅聖に伝えたことが始まりである。慶長頃に金返りより天下無双流という流儀の名前を賜ったとされる。慶長十六年に弟子の花田旧太夫が送電した。桜葉梅聖は、肥後国で教授しており、細川三歳も学んでいた。1902年、柔術六流で協議した肥後流大術の制定に、 天下無双流師範が関わっている。ここでは一例として、日語系の伝書に書かれた一部の系譜を記す。括弧内は、送電した日付である。桜葉の門下には、花田の他に、細川三才がいる。天下無双流は、35箇条の保守術と手棒、補助術、保守に用いる道具、手からなる。系統によって、方の名前に、若干の異が見られる。 一般的に角指と呼ばれる道具は、1秒のものを戦力、2秒のものを戦人力と呼ぶ。低目録の急書図点下無双流では、手数36箇所の当て身技を伝えていた。手と書く。保守35箇条の要点を歌で説明したものである。ありがとうございます。